卒業証書、伊藤由紀子。あなたは佐賀県高齢者大学所定の課程を修了したことを証します。平成24年3月16日佐賀県高齢者大学学長、佐賀県知事古川靖。ありがとうございます。卒業証書、内山義行。皆様もまた高齢者大学で学んだことを地域社会に生かしたい、周りの人たちを喜ばせたいという気持ちを持っていらっしゃることと思います。来年度から高齢者大学は夢佐賀大学と名前を変え、新たなスタートを切ります。大学院へ進学される方、地域で活躍の場を広げられる方など、皆様がこれからも多くの人を笑顔にして、ご自身の人生の喜びとされることを心から願っています。